はい、のり動画サブチャンへようこそ。いつも私の方のチャンネルを見ていただきありがとうございます。昨日ですね、畑の方の見回りしていた時にですね、ちょうどこの畑の前の道を通った時に、こうムクドリのですね、大群といいますか、 20羽ぐらい飛んでたと思うんですけども、その飛んでたものがですね、ちょうどこのうちの15アールの畑に入っていくんですよね、パッと。でまあ何もしないんでそのまま入っちゃうんですね。あれ、これはもしかするとと思ってですね、まあ人が入るともちろんムクドリはいなくなってしまうんですけども、で実際に中覗いてみますとですね、やはりですね、ちょっと熟れてきた実をですね、つついてあったりとか、傷んで落ちた実が地面にこうあるんですけども、それをこうつついた跡がもうあるんですね。なので、そろそろかなということで、今日はですね、この装置を設置しに来ました。で利用する装置はこちらになります。2018年に購入した電子防除機になります。うちの方ではですね、この 15R 畑以外ですね、 10R、7R、3R の方は、はい、こちらにもですね、カードを出しておきますけども、今年は黒色のですね、防鳥の糸を貼りました。昨年は黄色のサルトリ君っていうのを貼ってるんですけども、あそこは全部、防鳥糸を利用してます。この 15R の畑の方も、この畑を作った年にはですね、防鳥糸を貼っていました。ただですね、棚がすごいここは高いんですね。約2メーターになるので、まあ、糸を貼るにしてもですね、まあ、あと面積も広いんで、もう上げっぱなしの作業になるんですね。しかも高いので、作業は非常に困難です。でどうしようかなっていうふうにいろいろ思って調べて、まあ、インターネットですね、調べてみたらですね、この防鳥器っていうのをあるのを発見しまして、まあ、この機械1台で 15R 全然いけるサイズというふうになってましたので、試しにですね、まあ、ダメ元なんですね。本当にメーカーの方にも聞いたり聞かなかったり、いわゆる場所によってちゃんと聞く場合もありますし、まあ、申し訳ないですけど聞かない場合もありますと、それは買ってみてやってみないと分かりませんねっていうようなことが書いてありましたので、試しにですね、本当にどうなるか分からないんですけど買ってみたという状態ですね。実際設置してみて、思ったことはですね、まあ、それでもやっぱ入ってくるは入ってくるんですね、カラスとかは。ただしシーズンが終わって取り外すとですね、もっと入ってくるんですよ見てると。なのでまあ多少は効いてるのかな。糸を張る手間から考えると、これ今から設置しますけども、本当に簡単に設置できてですね、全く効果がないというわけではないので、まあ、これはいいのかなというふうに思って、使っております。じゃあちょっとですね、先に中身の方ですね、ご紹介していきたいと思います。はい、ではですね、電子防鳥器の方をご紹介していきたいと思います。俯瞰映像がここではちょっと撮れないので、ちょっとこう斜めアングルにさせていただきます。じゃあ開けていきます。はい、まあ、こんな感じですね。まあすみません、購入した時はこの箱にもちろん入ってませんよ。これはお菓子の入れ物だったと思います。まあ、ちょうどですね、これが入る大きさだったので入れてあるという感じですね。ではちょっと見ていきましょう。はい、こういう感じですね。こう見せた方がいいのかな。はい、電子防鳥器、機械の木なんです。器じゃないんですね。で、製品とすれば日本で販売はしてるんですけども、まあ、ここにもちょっと書いてあるんですけども、まあ、光って見えないかな。 USA ということで、まあ、アメリカ製の商品になりますね。でここにですね、開けましょう。光ってないかな。こうすると分かるんですけど、ここの、まあ、ディップスイッチを利用して、いろんな鳥に対応ができる状態になりますね。でうちではカラスとムクドリですね。まあその他にでもですね、タカとかヒヨドリとかいろいろあります。なるこのディップスイッチを入れることによって、ここから、これスピーカーになるんですけども、ここから流れる音が変わるという仕組みですね。であとはこの下のこのスイッチでどういうふうに、まあ、ここにちょっと説明が簡単に書いてあるんですけども、タイマーですね、まあ、一日中鳴らすとか明るい間鳴らすとか、まあ、ここに光センサーが実はついてまして、明るいかどうかっていう判断をしてます。まあ、うちは日中だけ鳴らすようにしてます。やはりですね、まあ、市街地なんでいいんですけど、街の中で、まあ、街の中で使うことがあるかわからないんですけども、その場合にやはりですね、夜鳴るといけないなとかいうことで、そういう調整ができたりもできますね。あとはここにボリュームですね、練習用のボリューム、
まあ、うちでは最大にもちろんしてあるんですけど、じゃあちょっとですね、今鳴るかどうか確認したいので、一番ってちょっとちっちゃめにしてやりましょう。あ、これちょっと防水用のシールが触ってずれちゃいます。はい、ちょっと電気つないでみますね。よし、はい、では今電気を接続してきました。ここのスイッチですね、入れれば OK です。まあ、音小さくしてありますの で今先ほども言いましたけど、カラスとうちはムクドリの設定をオンにしてありますので、いわゆる2種類の鳥の声がここから防聴用の、まあ、音声といいましょうかが流れます。まあ、一番ちっちゃいんで多分そんな大きくないと思います。はい、今しっかりと鳴りましたね。これ本当ちっちゃくしてるので、一番大きくすると本当に大きく聞こえますね。で今聞いていただいた通りですね、一番最初は多分ムクドリで、後半に流れたのはカラスに向けての、まあ、膨張の音ですね。メーカーさんのページとか見てると分かるんですけども、まあ、この鳴き声はですね、どうもですね、その助けを呼んでいる音らしいんですよね。なのでその音を聞くと、まあ、この声ですねを聞くと、ムクドリカラスたちが、あ、なんか助けを求めているというか、まあ、いじめられている声なんですかね。まあ、ちょっとかわいそうなんですけども、そういう声が聞こえるんで、あそこへ行くとなんか痛い目に遭うんじゃないかということで寄ってこなくなるという仕組みらしいです。じゃあ実際に設置していきたいと思います。はい、ではですね、防聴器を設置していきますが、電子防聴器という名の通りですね、電気が必要になります。あの電池駆動はできませんので、電気を引いていきます。で、まあ映ってるかな、あそこに、ここか、もうちょっと離れましょう。はい、これ映ってますかね。はい、あの柱、まあ、柱っていうか杭ですね、あの杭に固定をして、いつもですね使っております。まあそれでこう畑の中に向けて防聴器をの音ですね流れるような形にします。でここに電気を引きますので、ちょっとですね仮に設置してみましょうか。でここはですね、あのトラックですね、作業用のトラックが通る可能性が、まあ、シーズン中もなきにしもあらずになりますので、まあ線を踏んじゃうとですね中切れてしまうと困るので、こういうですね、はい、この塩ビのパイプになりますけども、これで通っても踏んでも大丈夫なようにしております。よし、うん、はい、まあこの辺りに設置をしていきたいと思います。はい、じゃあここをですね少し掘りましょう。うん、この辺りですね。ではよし、はい、うん、はい、ということでですね、まああの塩ビが埋まるくらいですね穴を掘っただけですけども、こういう形で埋めてあります。先ほどまでちょっと雨が降ってたんで大丈夫かな、なんか今はちょっとなんとなく微妙な天気になってますけども、はい、でこれでまあ車が通ってもですね、まあ線を直接踏むことがないので、まあ安心ですね。じゃあちょっと防聴器の方設置していきたいと思います。はい、でこちらにつけていますが、つけていきますが、機械は、まあ、先ほども言いましたけど向こう向きに設置します。まあ、なのでこういう感じですね。はい、これをちょっとめくらないと作業ができません。あー、ちょっとやっぱ雨降った後なんで下が柔らかい。じゃあ設置していきますが、あ、これこっちから見た方がいいか。さらにこう、はい、これですね、ちょうどですねこの竹が作業するにはちょっとですね
うわカエルびっくりしたちょっと邪魔なんで少し横にずらしてからやりましょう。でちなみにこれ普通に差し込み式になってますけど、この取り付け用のプレートつけるためにもう電気差しておかないとこの電気を差しておかないとこのプレートつけれないんで、もうここはもう差しっぱなしです。でここにですね固定していきます。こんな感じですね。ここか、まあ、毎年止めてるんでちょうど跡がありますんで、よいしょ、仮止めしてと。で反対側も ここかな。うん、こういう感じで設置ですね。で、次にこれ電源ですね。で電源類はですね、ここにコンセントは持ってきてるんですけども、よこういう感じですね。ただこのままだと一応こうぶら下げるように釘は打ってあるんですけど、この長いやつですねはうち巻いておきます。こうやって、まあ、この辺りにですね入るようにして、あとそうだ、音量は一番大きくしておきます。でうちはあの前も言いましたけど、先ほども言いましたけど言ってなかったかな、あららららら、オープニングで言ったかな、言ってないかな、あ言ったか、説明のところで言いましたけども、日中ですね明るい間だけ鳴くような設定にしてやります。よいしょ、うん、で何分間だったかな、とりあえず一番短い間隔で鳴くようにしてます、うちはね。よしで、これで終わりじゃないですよ、もちろん最後にうちはこれですね。もうだいぶ錆びてますけどね、だから3年目に入るんですね。もう雨ざらしになっててだいぶ錆びが出てきましたけども、はい、この一斗缶をこの上からかぶせます。こんな感じにね、まあ、スピーカーのところっていうかここ全面は開けてありますので音はちゃんと前に出るような仕組みになってます。固定していきたいと思います。これ裏ですね。こうかな、はい、これで設置の方は完了ですね。鳴るか確認しますね。これつけるとね蓋が全部開けれないんですよね。ちょっと音小さめにして、おや、あ電気つないでなかったですね大元をつないでなかったね入れてみましょう。ちょっと音量絞って、あ、はい、あ、ちょっと大きいな、はいはい、こういう感じでですねちょっと鳴りますので、はい、ちゃんとなりますね。なのでこれで音量を最大にしてと、はい、お、もうちょっと、まあ、ちょうど線がですねこの一斗缶と機械の間にちょうど挟まるぐらいの高さに固定できるように、まあ、穴を調整してあるんでちょうどいい感じに設定できたんじゃないかな、設定っていうか設置できたんじゃないかなと。今見ると、で今、ですまあ、ちょっともう覚えてないので再度確認すると、昼の時間なく設定で時間は一応5分ですね。5分間隔、かなり短い間隔というか一番短くしてありますね。一番短い間隔で5分なので、5分間の間隔でしかもランダムっていう風になってますので、まあ、きっちり5分間隔でなるわけじゃないですね。多分まあ幅があるんだと思うんですけど、そのぐらいの間隔で鳴くという設定になってますね。こう今こうやってる間にももしかしたら急に鳴き出すかもしれませんので、これで設置は完了になります。はい、ということで電子盗聴器の方設置終わりました。でこれ、
機械の説明の時に申し上げなかったんですけども、機械の方は防水です。でメーカーさんのホームページ見るとやはりそのまま外にですね、裸の状態って言えばいいんですか、本当機械だけを設置して使っている映像があります。なんですけども、うちではですね、やはりですね、長持ちさせたいという思いもありますので、防水なんですけども、あのようなですね、一斗缶をくり抜いた、屋根と言いましょうか、この屋根と言いましょうか、ああいう入れ物を作って、この中に機械を入れて利用しています。あれなら雨風が防げますし、あと直射日光もですね、当たらなくなるので長持ちするのではないかなという思いで、あのような状態に設置をしておる状態になります。今回の動画はいかがでしたでしょうか。私の方のチャンネルではイチジク栽培に関する動画をアップしております。もしよろしければチャンネル登録、高評価のほどよろしくお願いいたします。はい、今回の動画は以上になります。次回の動画でお会いいたしましょう。